皆さんこんばんは、たちこです。今日のニュースは1月の党大会で共産党の委員長に就いた田村氏がパワハラ発言をしたとして批判されるも苦しい言い訳を連発していますので、それについてね見ていきます。で、これは後でも出てくるんですけど、党大会で批判的な声を上げた共産党の議員に対しこんな連中といった発言もあったようで、まあ、新委員長としてのスタートがパワハラから始まるという、まあ、ある意味素晴らしいスタートを切ったんじゃないでしょうか。まあ、今後はお決まりの内下場、総括、除名、粛清の、まあ、フルコースですかね。はい。それではね、記事を見ていきます。共産党委員長の党員糾弾に現役党員ら反発、謝罪要求、パワハラ発言ということで、共産党の現役党員ら11人が15日、東京都内で記者会見を開き、1月の党大会で田村智子委員長がパワハラ発言をしたとして撤回と謝罪を求めた。党大会の1月11日に7人が臨んだ会見に続き2回目。共産党の現役党員が指導部を批判する事態は極めて異例だ。田村氏の発言は1月18日、新委員長に選出される前にあった。著書で党首公選制導入を訴えた党員への除名処分を問題視した大山七子神奈川県議の意見について、あまりにも党員としての主体性、誠実さを欠くなどと糾弾した。はい。共産党って本当いつも面白いですよね。まあ独裁が共産党の本質ですから、当然こういうことは起きるんでしょうけど、まあ、そんな党がね、人権だなんだって騒ぐんですから、もうご都合主義すぎて本当どうしようもないですよね。で、今回はこの最後の部分をパワハラだと指摘しているんですけど、共産党としての見解がこちらになります。これは双方が党規約の党の会議で党のいかなる組織や個人に対して批判することができるに基づいて行われた党内討論です。以下に述べるような発言者の意図であったとしても、あくまでも党内討論として扱い、厳しくはあるが反論する態度で述べています。また批判は個人の尊厳を傷つける内容はなく、発言者の氏名を公表せず、かつ発言者の発言内容に限って行っています。ということで、まあ、共産党としては、党規約で批判することができるとあるんだから、これはパワハラじゃないよと。そして、発言内容の批判であって、個人の尊厳を傷つけていないって反論してるんですね。でも、除名処分はおかしくないかの批判に対して、党員としての主体性、誠実さを欠いているから、除名は当然だっていう風に答えているわけなので、まあ、普通に個人攻撃してますよね。これ、党規約に反しているから除名したんだというならわかりますけど、党規約に違反することは、党員として主体性も誠実さもないって言ってるので、そうなると意味が全然変わってきます。つまり、党規約に違反したことが問題なんじゃなくて、守れないお前の人間性が問題なんだってことですから、まあ、これ完全に人格攻撃です。それを立場が上の、まあ、党のトップが言ったら、まあ、当然パワハラに該当するでしょう。だってこれ仕事でミスった部下に、お前には主体性も誠実さもないって言ってるのと同じですからね。まあこれ完全にアウトです。会見では出席者の一人が田村氏の発言を映像で紹介し、大山氏には一切反論する機会がない。たくさんの参加者がいる中でこうした発言がされて、ネットにも公開される状況にあったと指摘。その上で新委員長としての門出の仕事がパワハラから始まったことを非常に残念に思うと述べた。また別の出席者は映像で発言を改めて聞き、悔しくて泣けてきたと涙を流した。発言のパワハラ部分の撤回、大山氏への謝罪を要求していくと主張する出席者もいた。警告を無視するならば、事実関係の告発などを通じて、党内のハラスメントの撲滅、被害者の救済を求める戦いを続けていくと訴えた。はい、もうこうやってどんどん内部でドンパチやってもらいたいですね。周りもね、応援してると思いますよ。さらに先ほどの共産党のお気持ち表明の中に、双方に党や組織や個人を批判できるとありましたけど、まあ、そもそも反論する機会がないんだったら、まあ、何の意味もないですよね。こうやって発言権の部分をごっそり抜いてるあたりが、まあ、まさに共産党の真骨頂なんですよね。なぜかと言いますと、これがまさしく共産党が言っている民主集中制ってやつなんですよ。田村さんもこれを堅持していると言ってますけど、共産党の言う民主集中制というのは、開かれたところで議論することじゃなくて、事前に打ち合わせて上が許可したものだけ批判していいよっていうのが、彼らの言う民主を集中させるってことなんですね。まあそれ何の意味もないだろって話なんですけど、まあ、民主主義なんだ、民主的なんだって、まあ彼らはそうやって必死になるわけなんですよ。まあこれほんと意味不明ですよね。で、これなんで事前に行ってこいって言うかっていうと、なんかその時点で潰すためなんですよ。怖いですよね、これ。で、挙句の果てには、批判していいけど、閉鎖空間の中だけで文句言えっていうことなので、まあ、だから今回除名なんですよ。まあ、事前に許可なく外から攻撃しましたからね。まあ、でも提言しただけで攻撃認定されるって、これまさに中国共産党の考えと完全に一致してますよ。
彼らは民主主義があるんだとか、民主集中性があるのが証拠なんだって反論するんでしょうけど、もうそれって中国が選挙あるよって言ってるのと同じぐらいおかしなロジックですからね。普通に出来レースだろって話です。共産党指導部は田村氏の発言について、発言内容への批判であり人格を傷つけるものではない。パワハラとの指摘は違うとしている。一方会見では出席者が、党大会の登壇者が批判者をこんな連中と表現したとして不満を表明した。かつて安倍晋三元首相が批判者から街頭演説を妨害された際、あんな人たちに負けるわけにはいかないと発言して集中砲火を浴びた。今回のこんな連中発言に関し、出席者の一人はムカつきますと憤りをあらわにしたということですね。なんかブーメランがすごすぎますけど、小池さんの擁護も的を外しすぎてて、さすがパワハラしてただけはありますよね。全く成長がないです。それに小池さんは安倍元総理のあんな人発言について、国民を無視した自分たちにいいダクダクと従う者だけを仲間とするような政治だって批判していましたけど、もう完璧なブーメランすぎて、もうコントですよ。それはお前らやっていうね。さらに、共産党の機関紙である赤旗も、民主主義の根本否定と批判してて、こんなブーメランあるんですね。いや、ほんと素晴らしいですよ。まあ、共産党の党員も、まあ、こんな感じでデモをしてたんでしょうけど、これまさかの身内から、さらにきつい言い方で、こんな連中って言われるとは、まあ思ってなかったでしょうね。いやー、ほんとご愁傷様です。で、この記事では、主体性、誠実さがないとか、こんな連中といった発言が取り上げられてますけど、これ他にもまだありまして、別の記事だと、私は除名処分を行ったことが問題という発言を行った発言者について、まず発言者の姿勢に根本的な問題があることを厳しく指摘すると発言していたり、全く節度を欠いた乱暴な発言という他ないといった感じで、まあこういうパワハラがはびこってるっていうのが、まあ実態なんでしょうね。で、党の上層部はというと、こういう批判を全部攻撃として捉えて、攻撃されたら党を守らないといけないって感じで、まあ明後日の方向向いちゃってるので、もうね、呆れて何も言えませんよ。それに、この攻撃されたら党を守らないといけないっていう、まあこういう感覚があるなら、攻撃されたら反撃して日本を守らないといけないっていうのも、まあ全く同じ理論なんで、理解できるはずなんですけど、なぜか共産党は反撃能力はダメだって言っています。って感じですよね。だって日本はダメって言いながら、自分たちはいいのかっていう、まあここでもね、矛盾が生じてるんですよ。いや、逆にすごいですよね、ほんと。もうね、共産党って名前やめて、ブーメラン党とかにしたらどうですかね。しかもこの発言の裏にあるのって、守るべき対象は共産党であって、日本ではないってことですから、まあ、この考えからも中国共産党と同じってことが証明できちゃいます。だって中国共産党も国の上に中国共産党が存在してるわけなので、もうここでもね、見事完全に一致しています。はい、という感じで、まあ、そんな思想の政党はね、日本に必要ないので、本当にこのまままっすぐ内部抗争して消滅してもらいましょう。まあ、共産党党員頑張れということで、まあ、今回はね、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。